皆さんこんにちは。顔は微妙、声も微妙、人生は新宿駅、そのようなものがお伝えいたします。タキオワークスザ・セカンドでございます。私はただいま静岡県沼津市にございますネオパーサー駿河湾沼津に来ております。本日は令和2年8月13日木曜日、世間ではお盆休み期間に入っております。しかしながらこのご時世でしょうか、駐車場を見たところ比較的余裕があるようです。前置きはこれぐらいにいたしまして、これから先新東名高速道路を長泉沼津インターで降りまして、そこから先は伊豆縦貫道を下田方面へと向かっていこうと思います。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。それではネオパーサー駿河湾沼津を後にしまして、長泉沼津インターへ向かうことにしましょう。長泉沼津インターまでは新東名をしばらく進みます。ここで新東名を後にして伊豆縦貫道へ。ここまではほんの序の口。ここから先がこの動画における事実上の本題となります。しばらくは割と快適に走りますが、その先はどうなんでしょう。三島鴨インターあたりから渋滞に捕まってしまったようですね。従いましてここで一旦切ることにいたします。渋滞を抜け台場神奈美インター付近を通過し神奈美町へ。ここで伊豆縦貫道は終点となります。これより先は国道136号線バイパスに入っていきます。ここで道の駅伊豆ゲートウェイ神奈美に寄ることにしましょう。先ほど道の駅伊豆ゲートウェイ神奈美に到着したところです。駐車場はご覧の通りいっぱいですと言いたいところですが、このご時世でしょうか、割と余裕があるようですね。駐輪場と申しますと、この猛暑のせいでしょうか、サイクルスタンド含め1台も止まってません。お昼には少々早いですけども、スポークカフェで何かいただくことにしましょう。こちらのスポークカフェ、8月末をもって閉店するとのことでしたので、何かいただくことにしましょう。いただいたのは緑のドリンクメリダソーダ。
そしてハンバーガー。スポークカフェでの飲み食いはこれで最後になるかもしれないので心して味わいました。食後中庭へ出たのですが、このご時世でしょうか、人はまばらでした。もっともこの動画を収録した3ヶ月ほど前と比べてはいけませんが、まだまだといったところでしょうか。ベンチに座っている守り君もほっとしている様子。それでは道の駅伊豆ゲートウェイ観南を出発します。それでは再び伊豆中央道に向かってさらに進もうと思います。と言いたいところですが、ご覧の通り鹿野川を渡りトンネルを抜け伊豆の国市に入るや否や絵馬料金所へ。はい、ありがとうございます。今ご覧いただいているのは7月に立体化された絵馬交差点。これまでは平面交差で信号があったがためによく詰まっていたのですが、立体化されたおかげでスムースに。マイカーやレンタカーなどで名前を伏せますが、とあるアニメの聖地巡礼に行かれる方は、エマインター、長岡北インター、そして伊豆長岡インターのいずれかで出ることになります。トンネルをいくつか抜け、神奈川を渡り、大人中央インターへ。それでは、ここ大人中央インターで降りて、この付近にあります道の駅伊豆のへそに寄ることにしましょう。道の駅伊豆のへそに到着しました。駐車場はご覧の通り、このご時世でしょうか、比較的余裕があるようでしたので止めることができました。外ではかき氷なんかも売ってるみたいですね。せっかくですので、こちらボンボンベリー伊豆の国ファクトリーに寄ることにしましょう。こちらがボンボンベリーソフトになります。せっかくですのでいただくことにしましょう。
なお中で食べると税率が変わるそうですので、この辺は気をつけていただければ幸いです。それでは。こちらのビュッフェレストラン、何を隠そう地元民も集会所代わりに愛用していたりします。それでは一息ついたところですので、道の駅伊豆のへそを出発することにします。これより先修善寺道路に入りまして、さらに進みます。大人中央インターから南は有料道路の修善寺道路ですが、大人南インターで出た場合は課金されないので、ここで出る車も多いとか。この区間は進行方向向かって右側に城山を望むことができますが、ドライバーの方は決して脇見運転をなさらないようお願い申し上げます。大人南インター付近からはこのまま本線を進み、大人料金所へ。料金を支払った後は神奈川を渡って伊豆市に入り、トンネルを抜け修善寺の温泉場付近を通過。ここで修善寺道路から天城北道路へ。大平インターから先は今のところ最も新しい区間。私事で恐縮ですが、現在走行中の区間が開通する直前、サイクリングイベントが催されたので参加いたしました。今でこそ当たり前のように車で通っているこの区間を自転車で走るという大変貴重な体験をさせていただきました。いくつかのトンネルを越えて橋を渡ったところで道の駅伊豆月ヶ瀬に到着するんですけども、先ほどの掲示板にあった通り混雑と出てましたので、果たして無事に止められるのでしょうか。正直気がかりではあります。道の駅伊豆月ヶ瀬に到着しましたので、ここで降りることにしましょう。駐
駐車場の方はご覧の通り混雑と出てはいたんですけども、その割には楽に止めることができました。バイク置き場に目をやりますと、珍しいバイクが数台止まってたようです。外では椎茸とアマゴを焼いてるようですけども、なんだか美味しそうですね。すいません、アマゴの塩焼き一つ、はい、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。せっかくですので、こちらでアマゴの塩焼きをいただくことにしましょう。実を申せば、こちらでソフトクリームを買って食べたのですが、あまりにも熱すぎて溶けてしまいそうでしたので、撮影できずじまいでした。出発前に周辺の風景をご覧に入れることにいたしましょう。それでは道の駅伊豆月瀬を出発し、さらに進むことにしましょう。さて、ここから先は下田街道を南下することにしましょう。これより先は一般道を北走ることになります。この区間、以前出した動画では路線バスで通ったのですが、今回は自分の車で通ることに。湯ヶ島の集落を通過し、天城山中へ。これまでのスムーズな流れがここへ来て一転、流れが詰まってきたようですが、果たして。どうやら常連の滝で駐車場待ちが発生しているようですが、実際はどうなんでしょう。さて、駐車場に空きはあるのかないのか。なければスルーするしかないようですけども、それではどうなんでしょうか。止めるか。この状況ですと、
このままスルーすることも考えたんですけども、駐車場にたまたま空きが出ましたので、ここ常連の滝に寄ることにします。常連の滝については過去の動画でも取り上げていますが、せっかくですので滝壺付近へ降りることにしましょう。常連の滝とわさび田を見物したところで、車を止めている駐車場まで戻ることに。常連の滝にどうにか寄ることができました。ただ正直なところ時間も押してきてますので、そろそろ出発しようと思います。さて、先ほど常連の滝を出発しました。周りの気温計見たところ32度を指しておりました。このような山の中でも32度ですから、平地での気温は押して知るべきでしょう。以前お出しした動画でも述べたのですが、かつてこの辺りにはイノシシ村なるイノシシのテーマパークがありましたが、現在は特別養護老人ホーム天城の森が建っています。ここを右に入ったところに道の駅天城越えがありますので、こちらに寄ることにしましょう。道の駅天城越えに到着しました。こちらがわさび入りのところてんになります。まあせっかくですのでいただくことにしましょう。3ヶ月ほど前は閉鎖されていたのですが、今回はこのようにして立ち寄ることができました。わさび入りのところてんを堪能したところで、道の駅天城越えを出発し、さらに進もうと思います。先ほど道の駅天城越えを出発しました。旧天城トンネルへの分岐を通過。収録した時点では旧天城トンネルは通行止めでしたが、10月中旬以降には解除されることでしょう。ところで以前出した動画でも述べたのですが、旧天城トンネルは心霊スポットとされているようですが、真相はどうなんでしょう。などとお話ししているうちに新天城トンネルを通過。伊豆市から河津町に入り峠道を下ります。いよいよ河津七だるループ橋、正式名称七だる高架橋を通過します。
河津棚田へ寄ることにしましょう。今回は時間の都合上大樽のみになってしまいましたが、その様子をご覧に入れることにしましょう。今回は時間の都合上大樽のみになってしまいましたけども、この辺りはどうかご容赦くださるようお願い申し上げます。それでは最終目的地の下田へと向かうことにしましょう。河津のナダルを後にして、これより河津の市街地へ向けて下っていきます。今ご覧の分岐点、直進すれば下田行きますけども、国道414号線ではありません。ちなみに国道414号線は右折していくことになります。ただし険しい道のりになるとは思いますけどね。映像では分かりにくいのですが、この辺りの大観には河津桜の木が植えられています。1月末あたりから3月初頭にかけて花を咲かせるそうで、それに合わせて河津桜祭りが開催されますが、来年は無事に開催できればいいですね。これより先は峠道から一転、相模灘を左手に望みつつ最終目的地の下田を目指すことに。海沿いを走るうちに河津町から下田市へ。しかし最終目的地はまだまだ先のようです。白浜海岸付近を通過してますが、ここへ来て対向車が増えてきたような。おそらくこのまま国道135号を北上し熱海方面へ向かうのでしょうか。まあ伊豆といえば大抵の人が連想するのは伊豆東海岸ですから。まもなく道の駅外国下田港に到着します。車載動画はこれにて幕といたします。先ほど道の駅外国下田港に到着しました。道の駅に寄りつつ天城越えをし下田に着く、そういった内容の動画にしたつもりではあります。以上をもちましてこの動画を締めることといたします。
それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またツイッターおよびフェイスブックもございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。